皆さん、こんにちは。今回はモデル、女優、歌手とマルチに活躍する清原果耶さんが過去に起こしたといわれるムービー事件について詳しく調べてみました。ぜひ最後までお付き合いください。ムービー事件とは、2016年2月に雑誌の公式 YouTube ニコラ TV で公開された動画、全門の私服&小物プレゼントフェスティバルの中で、清原果耶さんがカノンさんを無視して意地悪をしたのではとないかと当時のニコラ読者に疑われた出来事です。あれから7年以上経っても、清原さんは未だに SNS や匿名掲示板でこの話を蒸し返されています。清原果耶さん、当時中2が川床飛鳥さん、周一とオフショット動画の撮影していました。その動画の1分46秒あたりで画面が変わり、画面の中央奥に熊田凛香さん、中3、左前の隅にカノンさん、中2がしゃがんでいました。清原さんが熊田さんに、熊田凛香さん、何してるんですか？尋ねると、熊田斗さんが読者プレゼントの私服を選んでいるのだと答え、ここでカノンさんがカメラと熊田さんを交互に見た後、一歩下がって画面の外に消えました。清原さん、熊田さん、川床さんが会話をしていると、鈴木美優さん、中3がそれまでカノンさんがいた場所に入ってきて、鈴木さんと熊田さんが楽しそうにやり取りをしていました。その後、鈴木さんが清原さんに、みんなも、と言って、自分にカメラを渡すように促して、熊田さんも、みんなもだと言いました。その時、画面の外からカノンさんの、いやいやいやという声が入り、カノンさんに同調して清原さんも、いや全くと答え、鈴木さんの申し出を断りました。それでも鈴木さんはカノンさんをカメラの前に出そうとして、カノンもと言いかけ、清原さんが、ではミューリン先輩でした、バイバイと話を打ち切りました。鈴木さんと熊田さんがカメラに向かってバイバイと笑顔で手を振りました。以上がやり取りの一部始終です。最初は清原さんは正面で作業をしている先輩モデルで1学年上の熊田さんに先に質問しました。その時、清原さんと同期モデルで同学年のカノンさんは横にいました。正面にいる先輩モデルに先に声をかけるのは当然です。そして画面の外に退いた後、カノンさんはカメラの前に立つことを嫌がっていました。問題はカノンさんが鈴木さんに、いやいやいやと言った時、カノンさんの姿が見えていないことです。カノンさんの声はハスキーで個性的ですが、この声を判別できない人は、彼女が、いやいやいやと言ってることに気づきません。そのため、多くの読者たちはカノンさんが、画面に出るのを嫌がってるということに気づかず、清原さんがカノンさんの、邪魔をしたかのように誤解してしまいました。清原さんが構えたカメラに、カノンさんの声が入っているのは、この時カノンさんが清原さんの隣にいたからで、意地悪されたと感じたなら横には立たないはずです。鈴木美優さんはカメラの前から消えたカノンさんやおとなしい後輩モデルたちに何かやらせてあげようと自分が撮影することを提案したのでしょう。それに対して清原さんは、カノンさんが明らかに拒否していることを尊重して撮影を打ち切ったのです。だから別に意地悪したわけではなく、雑誌の編集部員も問題がないと思ったから、この動画を公開しました。中学生モデルたちのちょっとしたすれ違い、これがムービー事件と呼ばれるものの真相です。清原果耶さんはカノンさんをいじめてないし無視もしていない。実際はその正反対で、カノンさんに気を使って撮影を打ち切りました。当時、大阪在住の中学生だった清原果耶さんは、すでに女優デビューして、NHK 大阪制作の朝ドラ「朝が来た」に出演中でした。大阪でのドラマ収録や学校の合間を縫っての東京での雑誌撮影で、しかも周りに大人たちがいるのに、わざわざカメラを構えてカノンさんを嫌がらせするほど清原さんのプロ意識が低かったとはとても思えません。この出来事からおよそ半年後、カノンさんは自分のブログに、
カヤはね、この前撮影の後に二人でお茶飲みました。楽しかった楽しかったと書いてツーショット写真を載せてます。二人が不仲だったとも思えません。そんな清原かやさんは結婚、結婚相手など検索されることが多いです。次に清原かやさんの結婚の真相、彼氏正体についてご紹介します。清原かやさんは現在結婚していませんでした。しかし清原かやさんに関して調べてみると、結婚、結婚相手など結婚に関する言葉をよく目にします。なぜそのような情報が噂されてかというと、セイノナナさんと生田斗真さんが2020年6月1日に結婚し、2022年3月9日に第一子を出産しています。このセイノナナさんの結婚が清原かやさんと名前が似ていることから勘違いされていたようです。また清原かやさんがブログで結婚報告したのも勘違いです。2016年1月16日のブログで結婚しましたとタイトルを入れて報告していました。 NHK の朝ドラ朝が来たで登場人物の冬と亀助さんが結婚したのを投稿したために、え、清原かやが結婚したと思われたのです。そんな風に注目を浴びてしまう清原かやさんの歴代彼氏と噂される方を調査していきたいと思います。一人目は道江俊優さん。2017年、清原かやさんとなにわ男子の道枝俊介さんの間に交際の噂が浮上していました。この噂の発端は2017年5月31日から6月14日にかけて放送された母になるというドラマでの二人の共演にあると言われています。このドラマでは中学生の男の子と高校生の女の子の間の恋愛が描かれ、二人の純粋な関係が多くの注目を集めました。その結果、彼らの人気が急上昇し、交際の噂が広まりましたが、実際に交際しているという確かな報道や、二人がプライベートで一緒にいるところを目撃された情報はありませんでした。二人目は安藤正信さん。2018年、映画デイ&ナイトの完成披露試写会での出来事。安藤さんが映画を見た時に清原さんが美しくて色気もすごかったんですよね。父親とかそういう立場じゃなくて彼女と恋愛したいなと思いましたと爆弾発言。さらに、僕は妻と子供がいるからもうダメですけどと追い打ちし、会場は盛り上がりを見せ大爆笑で終了しましたが、ネットニュースになり、もしかして狙っているのでは、まさか熱愛と噂が出ていました。3人目は佐野勇斗さん。2019年、5人組のボーカルダンスグループミルクの佐野勇斗さんでした。この2人の間で交際の噂が流れたのは2019年8月22日にパシフィコ横浜で開催されたセブンティーン夏の学園祭2019でのことでした。このイベントでは参加者が選んだトップ5の胸キュンシチュエーションが発表され、その中で1位に輝いた誰もいない教室での告白シーンを清原かやさんと佐野勇斗さんが実演。佐野勇斗さんが清原かやさんの腕を掴んで、待って、好きだ、付き合ってほしいと告白するという演出に、会場からは大きな歓声が上がり、非常に盛り上がりました。この演出が2人の間の相性の良さや、その場の強烈なイメージから交際の噂に発展したようです。しかしその後、2人の熱愛を確認するような報道や証拠は出ていません。ファンの中には本当に付き合ってほしいと願う声もあったものの、それが実現することはなかったようです。4人目は中川大志さん。2020年、俳優の中川大志さんは2020年12月25日に公開された映画ジョゼと虎と魚たちで共演しました。噂が広がるきっかけは、映画の公開を直前に控えた2020年12月18日に東京会館で開催されたクリスマスイベントでのことでした。
このイベントで中川大志さんがアフレコの際のエピソードを語り、特に清原果耶さんが使う関西弁にキュンとしたことを公表しました。中川さんは清原さんが普段から関西弁を話すイメージがなかったため、その新鮮さとジョゼが見せる攻撃的な態度の裏にある距離が縮まると見せる幼さや弱さ、そして関西弁で話す際の可愛らしさに魅力を感じたと述べました。中川さんはこれらのギャップが特に印象的だったとコメントしています。しかしながら、この2人の熱愛については具体的な報道や目撃情報がないため、結局は噂に過ぎなかったと見られています。5人目は坂口健太郎さん。2021年、2人の共演は2021年05月から放送された連続ドラマ小説おかえりモネです。恋人として演じていましたが、現実でも付き合ってほしいとの声が多数ありました。撮影時に清原果耶さんの朝ドラの強烈なプレッシャーや不安を坂口健太郎さんが癒していたことも付き合ってる噂が出た理由でした。毎年のように熱愛を噂されているのは、彼女が演技と真摯に向き合い誠実に取り組んだ結果、その演技に引き込まれ感情移入し付き合っているのではないかと錯覚してしまうようです。そんな多くの歴代彼氏と噂されていた清原さんですが、ネット上では清原果耶が苦手という声がありました。それでは、なぜこれほどまでに清原果耶さんが苦手という声があるのでしょうか。清原果耶さんが苦手と言われる理由、一つ目は CM です。ネット上ではオロナミン C の清原果耶がイラッとする、日本生命の CM に出てる清原果耶が苦手などの声がありました。清原果耶が苦手と言われる理由、二つ目は顔です。ネット上では顔が生理的に無理、清原果耶のぼーっとした顔にも腹が立つなどの声がありました。清原果耶が苦手と言われる理由、三つ目は最大の要因である演技です。ネット上では清原果耶の演技がワンパターンで苦手、清原果耶は演技にメリハリがなく淡々としすぎてて苦手などの声がありました。このように不快感を持つ声が多かったので、清原果耶さんが苦手という声につながったようです。苦手という声が上がっていた今人気急上昇中の若手女優清原果耶さんですが、いくつかの理由で在日ではないかと噂されているようです。清原果耶さんが在日と言われる一つ目の理由は果耶という名前にあります。1世紀から6世紀中頃にかけて朝鮮半島の中南部において楽東交流域を中心として散在していた小国に果耶があります。この果耶が連想され、清原果耶さんに韓国人のイメージを持つ人がいるようです。ですが、実際は韓国とは全く関係なく、果耶の名前はジブリ好きの両親がもののけ姫の主人公アシタカを思う幼馴染果耶からつけたものだそうです。清原果耶さんが在日と言われる2つ目の理由は出身地です。というのも、清原果耶さんの出身地である大阪府大阪市は在日朝鮮人の割合が高い地域として有名なのです。全国全地域の韓国人朝鮮人比率ランキングによると、第1位と第2位は大阪府大阪市で、合わせると人口の約 21% が韓国人朝鮮人ということがわかります。おおよそ5人に1人は韓国人朝鮮人ということになります。このことから、清原果耶さんに韓国人のイメージを持つ人がいるようです。ですが、清原果耶さんは在日ではなく大阪出身の純日本人でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。